朗読、鬼三郎の教え、四大綱領なりわい、創造主の意志のままに、私たちが神様からいただいている転職使命とは、生成回、回復、新種発展の事業に尽くすことです。それでは、お聞きください。 神かららら与えられたらしさ四大高領の像は「適宜の事務」とありますが「適宜」とはその場合状況にぴったり合っていること「適当」と公示園にあり「事務」とは各種の仕事すなわち職業生業とか造加の名をも指しております。 そして、その時、その場、状況にぴったりとあった処置、処理をすることであり、神の造化の妙に従って働くことをも意味します。大元の三大教師法、出口秀丸は、造は自分の思うままを作ること、想像すること、自己の 自発的衝動のままに行うこと。ここでは、適宜の動作と名付けたいと思います。と示しています。動作とは、ことを行おうとして体を動かすこと。また、その動き。立ち居振る舞い、挙動と工事園にありますが、その人に応じた立ち居振る舞い、 挙動、すなわち、らしさを適宜の動作と言います。らしさとは、子供らしさ、女性らしさ、男性らしさという表現のように、その人の本能から発する人間らしい生き方、挙動のことで、今日の日本では、このらしさが、 失われつつあります。作詞家の悪久さんは、美しい人を見なくなった。正しい人も、潔い人も、清廉な人も、優しく、にこやかな、勤勉な人さえいなくなった、と指摘していますが、戦後の日本人が失いつつある、日本人らしさという、 精神性の欠如の表れと言えましょう。秀丸は、これは人間ばかりではありませんが、自由意志のある人間には、一番像ということが多いと思います。とにかく、感や強そういうものにとらわれないで、本放にやっている動作であります。と示していますが、 自己の自発的衝動とありますように、神様から与えられている霊魂に内在する本能、本性であって、自我自欲のままとか、利己的な生き方ではないのです。また、造化の妙とは、万物を作り、育みたまう神の造化、万物に内在する 感性のことで、万物は天寿の感のままに生育するわけですから、その感性を利用開発すること、すなわち神の造化に奉仕することが像なのです。秀丸は、像と蔡は似ていることが多い。妻は神の心との和合を自覚して、 神様を信じ、神様を知っている境地であります。象というのは、そういうことは知らぬが、この世には全てを良くしよう、生を愛し、育てていこうという力があるから、赤ん坊自身は、その中に素直に入っているだけであります。と、象の境地や、 先天的生命力による造作を明示されています。万物には神の神格、愛全心身から流入してくる愛、進天的軌道がありますが、それは作り主である神の意志であり、その意志に従う生き方が像なのです。故に、 人間にも創造意欲があり、自由意志が神から与えられているのです。秀丸は、人間をして像を行わしむる力、いわゆる本能、背後の先天的な意志、力、ここに人間が思いを置かぬと、それが単純に自分にあるように思っていると、 大きな間違いであります。と述べています。宇宙万物は、作り主の意志のままに、生成回復のリズムに基づいて、日々進歩発展、増加育成を続けているのですが、このリズムに沿う生き方、神の力徳の発揮に習う生き方が、増の働きであり、 背後の先天的な意志に従うことなのです。秀丸は俗に本能と言いますが、無論自分の過去におけるいろいろな経験もありましょうが、それ以上にものを良くしてゆき、発達せしめようとする意志。我々から言えば、神様の見心、 お力というものが一様に加わっており、こもっておる。ですから、本能というものは大切なものである。ただ、それを悪い方へ沈臨させ、溺れさすことが悪いのであります。と示しています。それぞれの天職、なりわい。この象の働き。 物を作り出す働きを、なりわいと示されています。なりわいとは、日々の業務を意味していますが、診療を悟り、診療を実践することなのです。大元の教祖、出口鬼三郎は、世の中には、神聖な神様を信仰する以上は、今までのような、 癒しき商法はやめねばならぬとか、下駄屋をしていて、神様に奉仕してはもったいないとか、不敬だとか言ってやめる人がままあるが、これは誤解である。人は天地競輪の司祭たる以上、癒しくも利用公正の道のためなら、何の事業も深海、現世のために、 結構なことである、と示されています。お示しに、利用公正の道のためなら、とありますように、万民の生活を豊かにするために、神の増加に奉仕することが、天職であり、天職遂行のための職業なのですが、見教えには、天職と職業に分けて示されています。 鬼三郎は、人間の天職は人類共通のものであって、神の子、神の生みやとしての本分を全うすることである。しかし、職業は決して神から決められたものではない。自ら自己の長所、才能等を恒久して、自分に最も 適当とするものに従事すべきである、と示しています。そして、死の交渉の進歩発達するは、これ神奈川の特性であって、生成回復の進慮にかなうものなり、故に、神明は日夜に、各自の業務について、絶えず保護したまいつつあることを忘れてはならぬ。 と述べているように、職業は転職遂行と不可分の関係にあるのです。また、鬼三郎の著書、霊界物語には、すべて行は行である以上は、兼優一致、新婚一本の真理により、兼界において下級的大活動をなし、 もって、天地の景林に奉仕するのが、第一の行である。すべて深海の行というものは、限界において、生成回復、新種発展の事業に尽くすをもって、第一の要件とせなくてはならぬ。と明示されています。仕事については、どんな仕事でも、 十年くらい辛抱すれば運が向いてくる。一年や二年では成功するものではない。一つ仕事を捕まえたらそれを変えぬ方が良い。二、三年してはほかし、三、四年しては職業を変えるような人は生涯成功を見ることができない、と示しています。また、 どんな仕事にも、礼を込めてやらねば、良い結果を得られるものでない、と述べていますが、秀丸は、いやいや仕事をせねばならぬ、というようなことは、本当ではない。生きるために働くのじゃない。生きているから働くのじゃ、とお示しくださっています。こ 山田得たい天台雑は、仕事を持ち、仕事をすることができる人は、最上の幸福者である。仕事は人間にのみ与えられた天文で、仕事をすることができるから人間は尊いのである。と述べています。天職遂行のための日常の、なりわい、像は、 どんな仕事であっても、孫辟既賛はない、と教えにあります。鬼三郎は、そのお役目に抗下はあっても、天地守護の職償には、既賛孫辟の別はないのと同様に、いかなる事務に従事するも、社会のためになることなら、決して孫辟の区別はありませぬ、と示されています。 大元の三大教師、出口直弘は、世間では役職に尊卑があるように見る癖がありますが、信仰の道では、どの役にしても、どの職業にしても、それに真心を持って仕えていること、真心を打ち込んで励むといなとに尊卑の意味が生じるものです。と、 孫悲の意味を述べています。作家のそのあやこさんは、職業に寄せんはないという確信が、親なり先生なりの哲学の根底にあれば、一人でスポットライトを浴びる職業でなくても、同じように生きる価値があるのだと言えるのである。どんな仕事も、 世の中で深く感謝される。人が感謝しなくても、神がそれを静かに見ていて喜ばれる。その信念があれば、と述べています。以上、紐解いて参りましたように、職業は、その人の長所、才能を考え、事情に応じて選択したらよいのです。 そして、適材適所に配属され、各人固有の天性を発揮すべく努力を重ねることによって、神様から与えられた食分、天職を全うする道にもつながっていくのです。ゆえに、像を、なりわいというのです。それでは、皆様の日々の生活でのご検討を祈り、 終わりとさせていただきます。ありがとうございました。講座のご案内です。大本では、出口鬼三郎の教えをもとにした講座、大道場修行を年間通じて開講しています。心霊の木ふれる大本の聖地で、霊界や神と人との関係、 人生観、先祖供養などについてお聞きいただき、また、鬼三郎の修行の地、高熊山での鎮魂や食作法の実習なども体験いただけます。お問い合わせ、お申し込みは、大元公式ホームページをご覧ください。